カツオブシムシは、甲虫目カブトムシアモク、カツオブシムシ科の昆虫の総称。幼虫は、たくさんの細毛に覆われており、繊維質のものを食害する害虫である。ヒメカツオブシムシや、ヒメマルカツオブシムシなどの場合、幼虫のみが繊維質を餌とし、成虫は、花の蜜を餌としている。植生については、ヒメカツオブシムシもヒメマルカツオブシムシも動物質。 植物質いずれの食物も接触するが、ヒメカツオブシムシは植物質のみでは生育できないのに対し、ヒメマルカツオブシムシはいずれの食物でも生育できる。干からびた動物のタンパク質を食べ、骨は食べないという性質を利用して、ハラジロカツオブシムシの幼虫は、脊椎動物の骨格標本作りにも利用されている。トログデルマは、穀物にたかり、ソーマグロスサは、 ハマキリの乱能を好む。ヒメカツオブシムシやヒメマルカツオブシムシは、成虫が野外で過密を吸って生活しているのに対し、幼虫は比較、毛織物、三軒などを食害する。一般に、衣類や生物標本の防虫剤などで防ぐ害虫は、本グループの昆虫である。博物館、美術館、資料館などでも、書物の皮表紙や容器紙、展示ケース内に敷かれた。 フェルト、乾燥動植物標本などが被害に遭うことが少なくない。中村寺根敷堂の欧州藤原市のミイラも幼虫による被害を受けていた。なお、幼虫のカツオブシムシに人毛を与えると接触が確認された。ただし、詳しい摂取量については未測定である。ABCD 山の活字、昆虫学講座文化財の材質から見た、使用害虫。 文化財の無虫金外67号、18から25ページ。ありがとうございます。